農福連携とは、農業と福祉が連携し、障害のある方や高齢者が農業の分野で活躍することを通じ、社会参画の実現と農業の発展を促す取り組みです。開け金ごまで未来。西脇市住吉町、ここで作られているのは西脇市の特産品金ごま。就労継続支援事業所の利用者が県や市、地元の農家の協力を得て、土作りから収穫までの農作業を受託しています。こうした取り組みは、障害のある方の雇用機会が増える以外にもメリットがあります。一つ目は、戸外でこう太陽の下で作業することが精神的にうちの利用者にとって非常にプラスになるということと、地域の方と一緒に作業しますので、なんかすごく楽しいという、そういう思い出にもなります。で、二つ目には、やはり工賃向上で、ここで作業することによってそれを上乗せすることができるという、そういう三つ目は、こういう就労のこう経験を通して、いわば一般の人と働くわけですから訓練になるんですけど、これを通して利用者のこの一般就労という普通の会社に入っていくという、そういう道が開けるという展望もありますので、非常にありがたい作業になっています。農業においては、人手不足と有給農地の解消にもつながります。働きやから外出てもええねん、家こんなにするのがええねん。将来家で農作業とかやるんだったら、ここでこういう作業もちょっと学ばない、いけない、あかんから。農業と福祉の連携はさらなる広がりを見せています。ここには先ほどと同じ就労継続支援事業所の加工場があります。金ごまを使ったクッキー作りが行われています。自分たちが作った金ごまで地元の人たちに何か製品化して食べてもらうことができないかという相談が利用者さんからありました。そこで県の関係機関と連携し、西脇市の特産品である金ごまといちごのクッキー2種類の開発をスタート。粒ごまとすりごまを使用し、香り高い風味に。自分たちが目指す美味しさを追求し、市内のパティシエから指導を受けました。とっても真面目で熱心に聞いてくださいますし、作ってて本当に私自身も本当に楽しかったし、私自身も勉強になったと思いますし、こうして利用者が主体となってクッキーは完成。令和元年、障害者が働く事業所で作られたお菓子のコンテストで準グランプリを獲得しました。美味しかったって言われたのがシンプルですけど嬉しいですね。やっぱりいろんな試行錯誤があって、こう売られるようになってからのその達成感っていうのを感じることになって、今をまた新しい商品こういうのをやったりとかしよって楽しいですね。あるよ。市の特産品である金ごまの栽培からクッキーの開発まで、地域と関わることで得られる認められる喜びは、農福連携をさらに広げていきます。開け金ごまで未来。日本のへそごま、知ってますか？ごまの 99.9% は輸入品。国内産ごまは 0.1%。 国内産は大変希少です。そのごまの中でも最も量が少なく味覚に優れた金ごまを選び、西脇市は新しい特産品として平成20年から栽培を開始しました。西脇市は東経135度と北緯35度が交差する
日本のへそとして PR していることから日本のへそごまと名付けられました。金ごまができるまで、まずは土作り。畑一面に石灰と鶏糞をまきます。日本のへそごまは無農薬有機肥料です。農機で畝を作りマルチシートを貼ります。等間隔に開いた穴に農機から数粒の種がまかれます。種が足りていないところには追いまきをし水をやります。芽が出てきました。どんどん大きくなり茎は30センチから50センチほどに。ゴマの花が咲き始めました。畝に合わせて鶏糞をまきます。大きくなーれ。そして夏の暑い中、手作業で草引きと虫の駆除です。といやー、これがゴマ虫駆除していきます。無農薬ですから虫もいますよね。ゴマはぐんぐん成長していきます。鞘も大きくなってます。さらに順調に育つと2メートルにもなります。葉っぱを落として刈り取りです。種まきから約100日程度で収穫できます。2週間ほど乾燥させます。ゴマは乾燥が必要なんです。鞘を叩いてゴマを落とします。落ちてる落ちてる。遠見などを使って細かな不純物を取り除きます。選別作業を繰り返し金ゴマができました。金ゴマは調味料など様々な加工品にもなっています。開け金ゴマで未来、西脇市。